お世話になります、一人でございます。剣盾といえば、そう、マジカル交換ですよね。剣盾発売からしばらく経ち、今となっては鎧のこと、冠の雪原の DLC までも配信され、配信からしばらく経っていて、この環境で一日中マジカル交換だけの生活をしたらどうなるのでしょうか。果たして伝説ポケモンはもらえるのでしょうか。それともマジカル交換だからやっぱりキャモメばっかりなのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくならなくなりました。多くの方も同じく眠れなくならなくなっているかと思いますので、今回は一日中マジカル交換生活をしていきたいと思います。ルールは朝起きてから朝のルーティーン、昼食、夕食、糞尿、小休憩以外は全てマジカル交換をし続けます。これだけです。とにかくマジカル交換りまくります。すごくいい朝だな。今日も視聴者さんを笑顔にするために動画撮影いっぱい頑張って、編集も頑張って、みんなを幸せにするぞ。重い体中感じて、お世話になります、一人でございます。今現在ですね、朝の9時39分でございます。ここから日付変更までね、ルールにのっとってマジカル交換だけやっていきましょう。で、マジカル交換ですね、まあ、たまたま特製不眠のねデリバードいましたので、こいつから送って、やっていきたいなと思います。今2021年4月21日水曜日というね、平日ですけど多分いける気がしますよ。もう結構発売から経ってるけどね。はい、交換完了しましたね。オッケー、一発目で来たら嬉しいぞ、これ。来いよ、奇跡起こせよ。ここで発狂したい、いきなり。朝っぱらから、ウォーミングアップとして。ある意味発狂させられたわ。ラルトスというね、定番的なポケモンでございます。ポケモン GO とかでは結構欲しいんだけどね。うわー、マジか。ちょっと映えがちょっと足りなそうな気がしますが、しかも別に特に何もないかな。一応性格だけは特攻が上がって素早さ下がってるから、まあまあで、ダメかもなってるからね。まあ使いようによっちゃいいのかな、ちょっとよくわかんないけど。まあただ私はそんないらないわ。まあとりあえずガンガンやってこう。ありがとう。いやーリオルナよ。ああ、え、ちょっと待って、まだ待って、色違いじゃねこれ。色違い来た、いきなり。やばくね、来た色違い。 6V で攻撃上がって特攻下がるっていうね。え、ちょっと待って、これ完全にあれだね。海賊性改造臭プンプンするわ。まあ、取れ高ではあるけど、ちょっとこれはもう怖いね。マスターダークライ、ちょっとスペルとかも違うけど、でもなんかそういう感じでポケルスで持ち物をマスターボール持っててみたいな感じだからね。完全にこれダメだろ。ギアチェンジ、ギア操作、ワイルドボルト、空元気で意地っ張りね。炎上したくないんで逃がします。がっくり。パルスマ、ちょ待てよ。にゃー、平凡ありがとう。ガンガンメキ、色違いかと思ったけど嘘だろ。うん、定番だな、全部色違い見えんな。ちょい、ダンバル嬉しいけど図鑑に乗っていく。あれ、やば、マジか、来ました。色違い。ただもう、見るからに怪しい。いや、もう、当たり前のように 6V マスターボールですね。で、やっぱりドットコムさんということで、ほとんど炎技だね。頑張り屋な性格。ここだけちょっと適当だな。ちょっと後で集計するために取っときましょう。さっき逃がしちゃったけど。いや、落差激しすぎだろ。いや、それは悪ノリだよ。ふる。にゃー。ほぼ消えます、ありがとう。
戻ってきたよ。いいポケモンだが、また、ウルボだけど、イマンコだ。ピカチュウ。こんにちは。進化系来たよ。あんたの名前忘れちゃった。図鑑に乗ってく。ああ、定番。ウーラオス？ウーラオス来たよ。しかもモンスターボールちゃんと入ってる。あーでもあれか、ダメか。うわ、しかも 6V だし。しかもこだわり鉢巻き持たせてくれてるし。しかもリボンもめっちゃついてるし。おい、悪ノリじゃん。初めてだけど、定番だ。わぁ、じゃあ、初めてだ。うん、うん。あー、今んこ大好き。まあ、やだ。レジエレキじゃん。しかも色っちいこれ。やばいでしょ。おい、半端ねえな。おい、これ前やった時こんなやつ来なかったぞ。だいたい改造一体も来なかったからね、前の回では。すげえな。完璧個体ですね。ドットコムのマスターボールのポケルスの色違いの技もちゃんとあれ PP マックスになってますね。しっかり全部で、うっかり屋の性格ということで、これはどうなんかよくわかんないけど、これ冠の雪原配信日にゲットしたってことかな。それだったらなおやべえだろ。やばい、連続でまた来た。おいおいおい、なんだよなんだよ、やべえだろ。しかもムーンボールだし。え、これ、待って待って、ワンチャンあれじゃね？改造集しないぞ。うわぁ、やばいなぁ。するわ、臭いわ。全部、最高の 6V。あー、親名がね、ちょっと怪しい。あれでも、たたり目とか、10だよね、もともと。でもなんか、中途半端に上がってるやつがあるんだよね。PP、どういうことなんだ？で、控えめな性格というね。可愛くなった。くっさぁ。ほぼゲームスト来た。悪っ。あー、最初の草むらのやつばっかだな。恨めしや、また虫だよ。ご三家。また序盤ポケだ。ませんまた、メッソンもないわ。ファルピー。リオールなよ。ほぼケムストだ。あ、こいつは初めてだ。メタモンじゃん。うわぁ !V なし。また序盤ポケだ。あー、かますじょう。ジョンゲッピー。このタコ。メッソン。またメタモンですね。5V だけど微妙っすね。うわぁ初めてだから嬉しいけど。ヤーギラス。あーコウモリメ。かわいいね。ペリッパー。色違い来た。え、あれじゃね。あーダメか、配布されたやつかと思った。うわー、また 6V 来ましたね。マジかよ、気合のタスキ持ってる。うわー、もう完璧な個体ですね、ある意味で。で、 PP もちゃんと全部増えてる。で、リボンもね、めっちゃついてる。ゼニーゼニー。またウーラオス来た。マジかよ、ウーラオスゲーかよ、このゲーム。また同じ人じゃね、これ。当たり前のように 6V だよ。さすがに色違いではないけど、こだわり鉢巻き持ってて、それでまた PP 全部増えてて、容器リボンもついてると。夜のズックプリン。まあいいけどね。ストライクアウト。ちょ待てよ、いや図鑑持ってなかったんかい。コウモリからコウモリへ。やどね、まただ。 AV だ。ほぼケムスト。そっか、やや進化系。虫ばっか。いいんじゃないか、今までの中だったらなかなかいいんじゃない。まただ、亀と虫しか来ない。あー来た、定番。猫か次は。色違い来た。色違いエース版。もう確実にダメだろってやつ。うわー来た。マジか。普通の交換でも色違い御三家なんてまあいないですからね。また当たり前のごとく 6V マスボー。あ、でもポケルスがないこれ。で、親名も意外となんか普通っぽい。で、巨大マックスかい、しかも。で、特性モーカーなんだ。リベロじゃないんだ。で、PP がすごいマックスということで。なんか意外と中途半端な個体かな。で、リボンもいっぱいついてる。うん。一応ドラゴンじゃん。わお。かぶってんな。ジョラメシ。うわー、また来た。すごいの来たぞこれ。ドットコムだから怪しいなと思ったら、うわー、また違うドットコムの人だしね。なんかいろいろあんだね。やば、 6V だし。で、当たり前のようにマスターボールついてるし。で、 PP がまた増えてる。で、勇敢な性格。性格というかリボンは持ってない。なんか中途半端だな。一気に可愛いのになっちゃった。ホルビー。あ、また来た。ウーラオス。当たり前のように来るね。またドットコムですね。また 6V っすね。で、こだわり鉢巻きの PP いっぱい、リボンいっぱい。また普通に戻った。いいでしょう。また序盤ポケモン。一応進化はしてるけど。立派なポケモンだ。やばいね。ヌオーはヌオー。この後三件珍しいぞ。無意味。お、ハッサム。色違いこれ。あ、色違いハッサムじゃん。マジか。またソードっていう人からですね。やばいでしょ、また来たよ。クワガモンつんだ。デジモンみたいな名前じゃねえかよ。6V のマスターボール持ちだね。またマスターダークライっていう人かな。マジかよ。ネストボールで。で、また PP もめっちゃ増えてるし。バレットパンチ48回も使えるのかよ。いじっぱり。さっき炊飯器見たら白米なかったんで、お菓子を昼ご飯として食べたいと思います。あとね、エナジードリンク大好きなんで、あとスコーン。本当はポテチとかのが好きなんだけど、食べていこう。
非バニ多すぎよ。あ、またちょっと進化してるわ。 AV。 おい、マジか、色っちまた来ましたね。やばいわ、やば。 PKM ゲンさんね、ドットコムポケモンジェネレーションかな。やば、また 6V のマスボ持ち。あ、でもこれ珍しくマークがついてない。あの丸マークとか三角マークとか珍しいね、ある意味。でもドットコム、あ、で PP も増えてない、珍しい個体だそういう言い方もあれだけどね、真面目な性格で。リボン持ってない、珍しい中途半端改造個体ですね。そう名付けておきましょう。ロゼリアね、この御三家多いね。お、また化石だ。あー、ドロマンコだ。こいつも多いな。序盤ポケモンしか出ない。こいつも多いね。あ、久しぶり。ポテチさんからだ。チームに。また来たよ。半裸で来んなよ。また最初に戻った。リピーターだ。また同じやつじゃん。2回目のドロマンコ。お、珍しいな、こいつ。こいつも多いね。リオールも超多い。珍しいね。なんでこんな来んだ、こいつ。鳥はみんないらないのか。アブソルもまた捨てられたのか。犬も捨てられがち。クマさんも多いね。また犬型だ。また、ちょっと待って待って待って、また色違い来た。これ周り緑だからさ、わかんないんだよね。はい、来た。ただ、また怪しいね。ホークモンって、またデジモンみたいな名前じゃん。もういかにもね、もう親目がいかついし、で、ポケルスの色違いのマーク全部付き、マスターボールという王道の改造ポケモンですね。で、PP めっちゃ多い、ワンパクな性格。あ、リボン持っていないから中途半端改造ポケモンですね。でっかいね。お、ドランじゃん、ドラン。ドラン来たー。マジか。やば、またあれですね。PKM ゲンさん、ポケモンジェネレーション。反乱しすぎでしょ。反乱軍じゃん。6V どもの反乱だ。あ、こいつもうすでにマークが一つもないですから、中途半端改造ですね。で、マスターボール色違い。あ、PP も増えてないから中途半端改造です。完全な。冷静な性格。リボン持ってないからかなり低レベルじゃないですか。おお、また連続で色違い来た。やばいっしょ。あ、また例の人ですね。ソードさんですね。あれ、またアルケニモンっていうことで、これ完全デジモンポケモンじゃないですか。はい、でまた URL 親名に。あ、今回はポケルスに色違い、マーク全部付きですね。マスターボール持ちで、PP マックスまで増えてる、いじっぱり。リボン持ってない。あー、だから中途半端だ。ただ色がめちゃめちゃかっこいい、こいつ。お、化石を持ってなかった。お、こいつも珍しいな。おお、また来た。色違い。色違いの、こいつなんだっけ、レジエレキか。また来た。ポケフラッシュ .co さん。あの、今、だいたい2時23分とかなんですけど、昼間、えげつないくらいの数来ますね。比率めっちゃ上がってきました。親名怪しい、全部マーク付き、ただポケルスなし、めっちゃ PP 増えてる、せっかち、リボン付き。あ、でもリボンなんか、1個ねえな。AV だ。卑猥ポケモンだ。持ってなかったんかい。俺男なのに。あ、こいつ地味に初めて。人面魚。あ、こいつ初めて。おーおーおお、また来たな。おお、また来た。また順伝。また来ましたね。モンスターボルイ。あ、まあ、こいつはポケフラッシュ .co さんが担当なんですね。また 6V だ。何回も同じこと繰り返してる気がする。ドット .co さん、マスターボール持ちの PP 全部増えてる、いじっぱり、リボンいっぱい持ち。メソメソ泣いちまうよ。普通か。わー、2匹目だ。序盤の子また来だした。またか。やだなー。うっす。かわいいね。持ってなかった。お、久しぶり。やだな。またあんだか。不毛な交換だね。ほう、久しぶり。お前何回目？クマさん。深まるダンスナイス。はい、持ってなかった。マスターボール。やべえ。おい、やばいでしょ。お前出勤しすぎだろ。